ルフィーヌ・タマヨ・ルフィーノ・デル・カルメン・アレジャネス・タマヨは、メキシコの画家。1899年8月26日、オアハカ州オアハカデ・フアレスの、メキシコ先住メンサポテク系の家に生まれる。1911年、メキシコシティのおばのところで育つ。1917年、国立造形芸術学校に入学する。そこで、印象主義やキュービズムそしてフォービズムの画法を学ぶ。 メキシコ革命の時、ルフィの玉よは、政治運動より遠ざかり、自分の創作活動に勤しむ。そして、ディエゴリベララと異なり、美術において、メキシコの伝統を重んじる。メキシコシティでの古典を実現し、広い人から注目された。直後の1926年、ニューヨークへ行く。1929年、メキシコに戻り、そこで、 新聞や雑誌から高い評価を受ける。玉ヨはミクソグラフィアと呼ばれる形式の版画にも取り組む。1937年より1949年までニューヨークに暮らし、創作活動を展開して古典を開き、アメリカにおいても知名度を上げる。1949年にルフィの玉ヨはパリに渡り、そこで10年間暮らす。1959年に メキシコに戻り、残りの人生を過ごすこととなる。1979年、故郷オアハカで、ルティの珠与美術館が設立される。1991年6月24日、死亡する。メキシコの伝統文化と、ヨーロッパ美術のフォービズムなどとの融合とされている。写実的な絵画ではない。その一方で、彼の美術を評価する人も、少なくない。 2007年11月20日に3人の人物が104万9千ドルで落札されている。日本のメディアでは1993年11月14日に NHK の番組日曜美術館でルフィの玉よメキシコの魂を歌うが実現されている。また名古屋市美術館に夜の踊り子たち苦悶する人多数点がコレクションとして収められている。 東京国立近代美術館にも、島模様の人物が所蔵されている。日本の美術館所蔵作品インターネットサイト作品。ありがとうございます。